坂田講座は山形県坂田市日吉町一丁目に所在する劇場。ライブハウスとしても営業している。1887年、長崎新基地により芝居小屋として開業。当時は定員1000人程度と東北一の広さを誇る大劇場であったが、大正時代から映画も上映するようになる。1941年9月16日から東方専門館となる。 1954年2月3日、火災により消失するも同年5月に再建。主に東方、小畜の方がを中心とした風切り感として機能し、1977年に現在のサンスクリーン体制となる。1993年3月からは宮崎号名社に経営上とし、営業を継続してきた。21世紀に入り、 山形県を含む東北地方にシネマコンプレックスが相次いで進出してきたことから徐々に業績が低下し2002年1月14日をもって閉鎖される建物自体は閉鎖後も解体せず残存していたが2008年9月公開の小築映画送り人で農館の手引きシーンの撮影が行われたことによって同館を訪れる人が殺到この動きを見た 市民有志が大町と映画を楽しむ会と称したサークルを立ち上げ、多くの資金を集め2009年6月12日に再オープンを果たす。現在は経営者が菅原博士特へ代わり音響設備の改善を行い、映画の上映のみならず、港ザ・プレゼンツライブを開催するなど音楽家のコンサート、劇大公演等の様々な催しも行い、 ライブハウスとしての営業が多い劇場となっている。山形県山形市で山形シネマ朝日などの映画館を経営、運営していた企業。2004年10月に映画工業から撤退し、株式会社ムービーオンに事業を継承している。坂田市港座公式ツイッター。ありがとうございます。